皆さん、こんにちは。日本国史学会がですね、1月9日にやるはずだったんですが、まあ、緊急の指令というかですね、宣言が出て、まあ、会場がこう閉鎖されましてから、ちょっとね、まあ、やっと、こう、トランプの選挙も終わってですね、落ち着いてきたんで、自宅で再開することにしました。で、まあ、最初はですね、ちょっと辞表的なことで代表挨拶というところでですね、やる文をですね、今ちょっと、まあ、私は歴史家なりにですね、現代のこうアメリカの状況、そして日本の状況ですね、あるいは思想状況をちょっと語ってみたいと思うんですね。で、今度の、1月20日までのですね、トランプの再選か、バイデンがね、もう決まって、いう格好で、まあ、全部トランプがやったことを撤回するような、こう、動きを、まあ、してるわけですけども、基本的に、問題はですね、私はですね、戒厳令をね、出すかどうかっていうことが、やはり問題が一番そこに集約できるわけで、トランプがそれを躊躇したと。まあ、ある意味では、まあ、それがですね、最大の、もう彼の今回のですね、決断ができなかったことが、まあ、こういう状態に招いたことだろうと思うんですね。で、まあ、戒厳令っていうのは、まあ、一番最終手段でですね。で、その後、どう見たって、やっぱり軍事法廷ができてですね。で、国家反逆罪っていうことでですね、今のトランプをはじめ全てが、まあ、捕まるようなことになってきますと、まあ、これはもう完全にアメリカ自体のね、戦争になりますから、これは事態が、まあ、混乱がもうずっと続くということになると、まあ多少トランプ、まあバイデンのですね、ああいうある種の中国をですね、あまりにも取り入れすぎてですね、そしてまあ、ご存知のようにハンター・バイデンという息子が完全にその、マネートラップ、ハニートラップにみんなかかってしまってですね、日もさっちもいかない。まあこれについてはメディアも全然こう報道しない。選挙前には一切言わなかったというようなね、こう本当にグルになったですね、隠蔽工作がやる。それからもちろん選挙もですね、明らかにこれはもう不正選挙で。まあこれはもうピーター・ナバロという人がもうはっきり、その、詳細を論じているわけで、これはもう疑いようがないわけですね。ですからもうこういう不正選挙ができるような、あるいは、こう、まあ、ドミニオンみたいなね、集票機械がいくらでも操作できるとなるとですね、これはもう民主主義どころか、まあ、アメリカ、日本とちょっと違う、このアメリカとかね、あるいは、まあ、西洋もちょっと違うんですけど、一応こう民主主義と、まあ、こう考えているというかですね、その国々がやはり全てがですね、影響を被る。ですからこれはもともとですね、そういう不正選挙をこう、やらざるを得ないという、まあこれもおかしな話ですけれども、そういうところからこう、まあ、そのアメリカがですね、その不正選挙をですね、こう自らやり始めたということが、まあ非常に重要な、こう、現在のですね、世界の政治の動きに対する、まあ、影響が強いということで、まあこれ以上、これからはですね、すべて腐敗選挙だと、不正選挙だと、それをメディアが隠しですね、で一般的に、もちろん
政治家維新が隠すということをやれば、もう平気でこの独裁でもですね、不正なこう政府ができて、それによって人々がですね、全くこう、まあ、ある種の、まあ、あれですね、全体主義というとあれですけどね、全体主義っていうことができて、まあ、社会ができますからね。で、これはね、やはり、なんて言ってもですね、この問題だけが共産主義っていうかですね、ソ連、そして今中国がなされていることを避けるという意味で、少なくとも西洋、あるいは日本もですね、含めた、自由主義社会と呼ばれる、つまり共産主義に対抗できる社会的な、社会のね、制度を、これが崩壊していくということになるわけですね。ですからどうしてもこれを止めなくちゃいけない。これを、まあ、絶対に、まあ、潰さなくてはいけないっていうね。まあ、これもそういう言い方をすると、彼らもですね、おそらく反発すると思うんですけど、基本的に、はっきり言わなくてはいけないのは、彼らは少数派だっていうことです。で、今度もですね、トランプがもうほとんど8000万票、7800万票を取って、バイデンが実質的に何票取ったかっていうのも、これはもうわからないんですね。もう半分以下だっていう人もいるしですね、せいぜいその2500票だっていう、だから全くバイデンの大会、バイデンの集会にはほとんど人が集まらないというね、まあ、それが如実にこう表しているわけです。まあ、ただそのお金だけはですね、あれですね、ソロスとか、こうディープステートって言われる人たちの、まあ、お金と、それから特に中国はですね、出したということがね、わかるわけで、まあ、こういうことがですね、その外国による不正選挙があったということで、戒厳令が出しやすかったわけですが、まあ、これもですね、結局これをやると、その今のね、かえって両方が潰れるというか、まあ、ある意味で中国やその他の国々、特にイランとかですね、周りのロシア含めて何かが巻き込まれていくというような、まあ、世界戦争になるということにもなりかねないんで、まあ、ここがですね、トランプがちょっとやれなかったわけですよね。まあ、軍部は、国防総省はですね、それ、おそらく、その気でもあったわけで、ね、命令一回やるという。そうしますと、必ず、州との、州兵との、まあ、対立が、またあるわけで、まあ、ここが、そうすると、アメリカの混乱っていうのは、全く、ひどくなるということになるわけですね。で、私はですね、歴史家としてっていうか、考えてみるとですね、これから起こることっていうのはね、ある意味で、左翼化っていうこと、それから、この、最も、ひどい状態というのは逆に言うと共産主義化する傾向というのがね、出てくるとなると、まあ、これは戦後のですね、ある意味での再来なんですね。戦後って何かっていうと、日本はですね、今よりもはるかに GHQ が持ってきた政策っていうのはほとんど共産主義だったんですね。で、これは今までこそ民主主義だとかって言ってですね、なんか正当化されるように言ってますけれども、実を言うとアメリカがですね、持ってきた、日本にこう GHQ がもたらした思想っていうのは、実を言うと社会主義だったんですね。で、これはここにも書いてありますし、私は OSS 計画の本も書いてますから、読んでくださる方は読まれたと思うんですけども、これはですね、
民生局をはじめこのほとんど共産主義者だった。これはあのアメリカの共産主義者、決してロシアから来たスパイっていう人もいますけど、スパイじゃないんですよ。スパイがあんなにたくさんいるはずないんでね。やっぱりスパイとは言わないんです、そういう場合は。それはもうほとんどあのアメリカ自体が左翼化してた。でルーズベルト自体がですね、共産主義者にもうほとんど同調者でしたから、スターリンとですね共に中あのソ連をあの、まあ、非常に評価してるんですね。でソ連を助けていたわけね。でその組織がある意味で OSS というねあの組織であったわけ。それですからね、まああの頃はまあ体験者はもう今あの ほとんどいなくなりましたけれども、あの時の共産主義家っていうのは、まあ、日本に対するですね、大体野坂三蔵をですね共産党のまあ主犯に置いてですね、そしてその政権を作らせようとしていたぐらいですからね。だから戦後っていうのはもうひどい共産化の時代で、今なんかの問題にならないほどその保守の人というか、まあ戦全てがその軍国主義者と言われてですね、でまあもちろん死刑にあった、まあ戦争犯罪人と言われてですね死刑にあったわけですから、あの多くのまあ指導者がですね。だからあの頃を考えるとね、もうはるかに今の状態っていうのはまあそう大したことではないんですが、しかし問題はですね、中国共産党がこれがですね、今多少こう経済が良かった頃はまだこう寛容だったんですけれども、もう経済がガタガタになってですね、でもう銀行が閉鎖されるような状態になってきてますからね。でこういうことをやってる限りは、まあこう必死に今度の選挙も、アメリカの選挙やったのも、これなんとかアメリカによってですね緩和されることをね望んでいたわけです。しかしもうこれだけこう、まあたとえディープステートって言われるですね、このユダヤあるいはアメリカのですね資本がこうまだ残ったとしてもですね、ほとんど体制的にはあのほとんど崩壊しつつあるということは、まあこれはもうあの現状を見ればわかるわけですね。でまあもちろん現状を見させないように彼らもね一切あの封鎖しようとしてますけれども、やはりこれはもうどう見てもあの非常状態だっていうことは伝わってくる。何しろ台湾情報、まあ、香港はですねあんまり情報がもう途絶しそうですけれども、まあ、しかしあの一応中国に関わる企業っていうのはやはりある程度、まあ、はっきり見てますからね。ですから嘘はまあ隠しようもないわけです。まあ、ですからね、そのあの頃のソ連とかアメリカの左翼状況から比べるとはるかにその弱体化してる、はるかにそういう体制が、まあ、できてないということね。ですから、まあ、ある意味では楽観視できるんですけれども、彼らにはもうそういう、こう世界を変えるような力がないんです。ただまあ問題はですね、そういうことがかえってあの彼らの、まあ、ある意味で焦りとかね、彼らのですねもうそのいわゆる断末魔みたいなところがね、こうそれがアンティファであるわけね。アンティファとか、まあ、アメリカではアンティファとかですね、ブラック、まあ、マタースですね、あのライフマタースというね、そういう動きにもあって、でこういう動きがですね、どういうこの考え方で来ているかっていう、左翼の動きが中国のその断末的な共産主義社会のこう要するにもう非常に今あの腐敗しているわけですね。であらゆることがこう腐敗していると。それでもう共産党の幹部だけが
こう全部賄賂でですね太ってるというようなもうどうしようもないこう腐敗世界が、それをですね強制的なこう言論封鎖と批判をですねこう完全に断つような警察国家敵になっているということでね、それでまあ抑えようとしている、それから常にこう正しい、そしてここは今はまだ正常だとかって言ってですね、外には宣伝してるわけですが、もうそうはいかないということが分かるわけです。それとですね、やっぱりアメリカのそういうこうブラックライブスマーター、つまりその BLM ですね、あるいはアンティファって言った、で言葉がですね、アンティファとかそういうことをこう言うこと自体がですね、もうほとんどその政治政策化してない、ね、政治的なこう構想でやってないんですね。ですから非常にこれはまあマイノリティ運動、マイノリティをその救うというね、そういうこう観点に立ってやってますから。で、まあ簡単に言えば、その社会主義がもうダメになる、こう思想がダメになるということは、こういうことなんですよね。で、つまりロシア革命、あるいはまあ少なくとも、こう、20世紀全般まではね、社会主義っていうのは何かっていう労働者が、大多数の労働者がですね、作るべきもので、で、彼らがね、こう少数の資本家を倒すということが、まあ基本的な、まあ、線であったわけですが、それがですね、まあ、ここにも触れてますけれども、1920年頃になって、もうロシア革命と似たものはドイツ革命もハンガリー革命もやったわけですけれども、失敗した。その後ですね、フランクフルト学派っていうのが成立して、結局それじゃない方法で社会を変えようという方針が出たわけ。それがですね、まあ、今言った皆さんの知識人を狙うとかね、あるいは結局こう一般の中間階級を変えなくちゃいけない、そうすると問題は疎外っていうね、精神的な問題が人々のこう苛立ちとか人々のこうまあある意味でのその、まあ、罪悪感とかですね、そういうものを作り出してとにかくこう社会を変えさせるという、そういう方向に行ったのがフランクフルト学科と。がグラムシなんかもそうね。で、やはりそういうこのまあこう思想をですね、いかにもぎ取るか、思想戦になってきたわけね。だからやたらに学者が多くなったわけ で、学者っていうのはみんなやっぱりそうやってこう文字で書いて、とにかくそれでもって人々を動かせると思っている人たちですから、まあそういうことがね、大学がある意味で、あるいはまあそれを学んだジャーナリストたちがこうまあ一般のこう主戦場になって、今だからメディアに救っている、あるいはまあジャーナリストって言われる人たちがですね、大体全部左翼化しているということはそういうことなんですね。しかしですね、それがほとんど実を言うと少数派なんですね。で、少数派ですからね、どうしたって少数派っていうところでね、運動の方針を立てなくちゃいけない。そうすると、フェミニズム、あるいは、こうね、性的な、まあ、こうマイノリティの、こう、病、いわゆる、LSD ですか、まあ、こう、とにかく、LGBL、なんだか、まあ、LGT か。そういう人たち。つまり、マイノリティだけを狙う。それを、こう、まあ、核心に置いてですね、運動するっていう。ある意味では、これはもう、もともとそのマイノリティですからね、社会全体の運動になりっこないんですよ。ところが、そういうところにしがみついてやる。ブラック・ライブズ・マターっていうのも、結局、黒人っていうのをね、基本にしてるわけです。ですから、ニューヨークタイムズが提唱する、その1619年が、アメリカの国家の、こう、成立の年だということでね、
で、トランプが1776年こそね、アメリカだっていう、その対立があって、今、バイデンは1719年ですか、そういうのをこっちだっていうことでね、また、左翼化し始めた。これは奴隷が入ったっていうことが、アメリカの国の、成立の、重要な非難だっていうことを言ってるわけですが、これはもう、これもとんでもない。マイノリティをいかに言ってもですね、やっぱりマイノリティはマイノリティなんですね。で、やはり、マジョリティっていうのが、民主主義の原理ですし、歴史の原理なわけです。マジョリティだって動くことがあるし、それによってですね、たぶらかされることもあるしですね。やはりそれが、大きな、逆に言うと、集具政治っていうかですね、大衆、政治というかですね、そういうこの、術中にはまることもあるわけね。だから、それによってですね、民族主義が生まれたり、非常に強いですね、排外主義が生まれたりするわけですけれども、しかし、やはりですね、私の考え方はですね、マジョリティの生活というね、やっぱり人間というのは生活をすること、日常生活というものが基本にあってですね、その正常性によって保たれるわけです、世界はね。だからマイノリティがいくら言ってもですね、この大きなマジョリティの生活というものがきちっとされるかどうかの問題で、それを受け入れるかどうかも決まってくるわけです。ですから、やはりマジョリティさえがですね、しっかりとして生きることができる社会ならば、マイノリティもちゃんと受け入れるんだというね、そういうことをね、が本当の社会なんですね。だから、いくらマイノリティばっかしを言ったところでですね、それは片手落ちっていうものなんですね。だから、こういう理論はダメなんですよ。で、大体もうこういうものを立てるのはユダヤ人なもんですから、ユダヤ人も常にマイノリティ、社会のマイノリティなもんですからね。だからどうしたってこれで、無理な思想をどんどん、で、そういう最後には世界制覇みたいなね、世界主義みたいなことが出てきて、今国連でやってるのもそうだしね、彼らの世界制覇の欲望っていうのはですね、みんなやっぱりそのマイノリティがいかに世界にマジョリティのような思想をばらまいてですね、それで自分たちの思想をですね、あるいは考え方なりやり方を、ね、押し付けるということになるわけです。だからね、こういうことをいくら思想化してもいつも失敗するんですよ、ユダヤ人たちの運動っていうのは。それに乗ってきた左翼たちっていうのもすでに失敗するんですね。ですから、特に、思想っていうのを日本はですね、日本人は、ちょっと西洋とも違うわけですね。あるいは日本の思想っていうのはね、そういう言葉による、浮いた思想、わざと浮いた思想って言いますけれども、ある意味で抽象的な思想ですね。そういうものは日本人はね、全く受け入れないんですね。それはどういうことかっていうと、端的に言えばですね、マルクス主義思想っていうのは実を言うと今もう 1% もいないんですよ。支持者はね。支持者っても共産党員だってもうそれ以下ですし、から大体大学の人が全てそうだっていう。かどうかはまた何とも言えないですからね。人文系がそうですね。この前日本学術会の人文系が、反対運動、6人をね、戻せっていうようなことで運動してますけど、大体共産党いいんですからね。だけど、やっぱりそれは常に少数派なんですね。ですからね、この19世紀、20世紀、そして21世紀にかかった今の問題っていうのは、不幸な、中国のようなですね、その少数派が見事に乗っ取ってしまって、ある種の、皇帝、
になってしまったということ、常にこうあそこはですね、選挙するような民主主義社会ができたことが、生まれたことがないんですね。常に皇帝がいて、あとは人民を支配するっていう格好で来たわけで。で、それにうまくですね、共産党が乗っただけで、全くそれがね、共産主義自体のある種のですね、もう民衆を基本にする、あるいはこの労働者、農民を基本するという思想が全く制度の中に削られているわけですね。だから共産党員が一つ独裁国家を作っているわけです。で、まあいずれにしてもですね、そういうこのアメリカ、まあ今回アメリカのまあそういうね、政変の問題っていうのは、実を言うとね、やっぱりアメリカズマターなんですよ。アメリカの問題であるわけ。日本のマターはまた違うわけね。で、日本っていうぐらいに安定して、国はないのは何かっていうと、あんなトランプやバイデンってのは確かに国の一番プレジデントですよね。プレジデント。一番偉い人ですね。あるいは社長さん。だけどもね、やっぱり国っていうのはそういうもんじゃないんです、本来は。やはり長い人々の住んでいる伝統というものの中で、家族というものがね、あって、それが国家を形成し、そして国家のこの長というのは常にですね、ある種のこう、まあ家父長と同じことで、政治にあまりこう、経済にですね、必ずしもそういうものに関わらない、ある意味でのこう精神的権威、あるいは父親的権威、あるいは融和の権威と言ってもいいですね。そういう中心的なものができて、あとはですね、こうお兄さんがこうお母さんがですね、家庭を預かったり、いろんなことでですね、それと違うこう民衆から選ばれた人っていうのが、こう、あるいは、まあ、その、常に補佐する家庭、家系がですね、日本の政治をやったわけで。ですから、権力と権威が違うんですね。で、そういう考え方がね、安定を呼ぶわけです。一方で、権威っていうのは別にこう政治的なものでも経済的なものでもないから、ある種のこう融和、和の中心になるわけですね。で、そういう体制、これはね、実を言うとヨーロッパもある時はそうだった。法王とですね、皇帝の関係がそれになった。で、かなりこう安定している。で、今もね、疑似的にそういうことになってるわけね。法王がおられますから。まあ、もちろん法王も、まあ、ある種のこう、まあ、ある意味で腐敗することはありますけれども、やはりそれを立て直すこともできるわけですね。ですからそういう関係こそでね、ある種のこう安定を持つわけで、アメリカがない、中国もない、ね、そういう関係が。だから全権力者が権威をずらするもんですから、やはりそれはもうちぐはぐになるんですよ。だからトランプは負けて、トランプもですね、実を言うとその、ああいう、まあ、ビジネスマン上がりの人はね、そういうことしか言わない。あってもですね、その権威っていうところがね、なかなか生まれないですね。それから左翼はもう完全にそういうことをね、もともと否定しますから、左翼が取るとさらに悲劇になるわけですね。で、こう、一方ではちゃんとですね、こう、金融資本というものがあって、まあ、そういうものをね、一応支配すると同時に、最悪は逆にというと、大衆あるいは民衆のために生活をするわけですから、それを応援するわけですからね、そうするとどうしたって、大金持ちに税金を大量にかけるというようなことをね、やりながら自分も、こう、権力として、ある意味ではですね、金をこう、まあ、搾取するということにもなるわけですね。あるいはそういうものをね、賄賂としてもらうということを平気でやるようになるわけ。ですからね、左翼、資本主義の左翼政権ほど矛盾したものがない。しかし彼らは
一貫してですね、やはり少数派なんですよ。だから一見こう選挙で勝ったように見えるけど、やはり常にですね、疑似的に決して民主のためになってない。で、政策だけをそういう理論で固めるだけのことなんね。ですからそういうこの、まあある意味でのこう偽善的な人たちっていうのはやっぱり民主のことを語りながらみんなやっぱり賄賂をもらうという、あるいはそうし金で、まあある意味でですね、腐食していく、あるいは、まあだからそういうことなんですね。まあそういうその矛盾した左翼っていうものがずっと一見続いてきたのは、その理論が、理論的な正義、いわゆるポリティカルコレクトネスっていうことをね、そこでこう言うもんですから、まあ若者がね、それで飛びついてしまうということに過ぎないわけですね。実際に日本の民主党もそうだったけれども、アメリカの民主党も本当に偽善的な政党なんです。今はもう、共産主義者が中にいるわけで、ね、ですから、ここもしですね、今のバイデンが倒れたら、ハリスっていう女性がですね、なったら、これはもう、ある意味で最悪になるでしょうね。まあ、そういうことは、まあ、アメリカズマターで、まあ、その別に、対岸の火事でもないんですけれども、やはり日本っていうのが、まあ、ある意味でしっかりしているっていうことはあって、ただそのしっかりしているということを言える、あるいはそれをですね、理論的にこう展開できないといけないんで、まあ私はまあそれをね、歴史家としてこうやって いきたいと思うんですけれども、まあそのことがですね、やっぱり日本国史学科のある意味での、まあ、役割だろうと思ってるわけです。ですから、まあこれからですね、問題は、この、日本はその、独裁者は出ない。ね。だから、東条英機が独裁者なんて言えなかったんです、あの時もね。だから、ヒトラーと同じだとも、ヨーロッパ人、アメリカ人は言おうとしたんですけれども、どう見てもそういう状態はない。日本はですね、ある種のみんなでこう考えるっていうね、そういうことであって、まあ、それがずっと続いてるんですね。ですから、誰がそれをやってるかっていうことがないから、逆に言うと、不安になるかもしれませんけれども、それはもう私は心配いらないと思うんですね。それはこう、それはどういうことかっていうと、やはりですね、多くなこう、動きっていうのはね、自然、私はまあ自然道って言ってるんですけども、まあ自然道っていうとなんかね、植物とか生物とかという、そういう自然だけを思いく、あるいは地質とかね、結局そういう取り囲む環境の自然と思われる方も多いと思うんですけど、そうじゃなくて人間そのものの自然道、自然という自らしかりっていうね、でこういうことが日本にはねしっかりと根付いてるんですよ。ですからいくら外から思想が、例えばキリスト教が来てもですね、まだ 1%、 共産主義が来てももっと少ないと。つまりあらゆる思想が日本では、ヨーロッパの思想が日本では根付かない。中国の思想もそうですね。ですから、道教なんて言っても、なんか日本の、これはまあ中国の、まあ日本の思想に近いと言われている道教と言ってもですね、道教的な観念がね、日本人に根付くとは思えないですね。なぜかって、あれは、こう一つの観念化しているわけだね。で、本当の自然は、彼らにとっては非常に過酷なものであるわけで、日本みたいに自然そのものが非常に穏やかでね、受け入れやすいっていうことがあるわけで、まあ今だってそうですけれどもね。で、それで、まあ世界がやっと気がついて、それに観光で来始めた途端にこのウイルスが中国から出て、まあ少なくなったんですけども。まあしかし気がついてはいるんですよ、もうね。その自然道というものをね、きちっとこう、そのあらゆることに理論化していけば、
十分にですね対抗できるというのが私の考え方ね。まあそういうことでですね、幸い日本にはこう移民っていうのが船や飛行機でしかつけないというね、そういうこう制約がありますから、メキシコのあの壁をあんなでかく大きなものを作る必要はないわけで、つまりだからといって日本は寛容じゃないかって、そうじゃないね、受け入れる、もう日本にまでやってきた人たちは受け入れるっていうことがあるし、その場合は完全に同化しろということをね、宣言ではなくて、人間にそれでなくちゃいけない、生きないよ、生きることはできないよという言い方で、考え方でね、移民を受け入れてるわけですから、またそうじゃないと生きられないわけですよね、彼らも。ですから自然道ということはね、基本的にあって、それがまあ神道や神仏習合が、まあある意味でね、宗教の形をとるわけです。で、自然道っていうのは逆に言うと科学を包含するしですね、やはりこのその辺がですね、やっぱり重要な、こう、この考え方のですね、重要なファクターだろうと思うんですね。つまり、現代も、こう、人間の自然のあり方を基本にする、それこそが本当の人間の思想であるということになる。考えてみれば本当に簡単なことなんですね。まあ、そういうことでですね、アメリカズマターはアメリカのマターに任せてですね、しかし彼らの復元力、まあ、トランプはある意味ではですね、反共産主義で戦い始めたということは非常に重要なことでね、まあそういうことはこう一方で同調しつつ、結局は彼らのマターであるということをね、少しやっぱり考えなくちゃいけない。あまりにもですね、今度のインターネットの人たちは、まあこうトランプに入れ込みすぎたっていうところがあってですね、まあ、それをこう今のバイデン左翼に冷やかされてるんですけど、バイデン左翼なんてもっと悪いわけで、そういう偽善さえも気がつかないね。まあそういうことがね、彼らのもう欠点だから、できる限り彼らがいわゆる中国をまあこの妙にですね、あの偽善的な汚職にまみれたですね、それからまた抑圧国家である中国を、まあ、ウイグルも含めてですね、なんとか変えさせるような方向で、まあ、彼らをこう、まあ、解体に持っていくって言うとあれですけれども、共産主義である限りはね、それはもう犯罪国家にならざるを得ないということをね、それを我々はいつも注目して、同調するいろんな、例えばオーストラリアなんかもね、今非常に気がついてきてるわけでね。かえって、まあ、トランプのやりたいことをこうオーストラリアがやり始めたと言ってもいいぐらいですから、まあ、オーストラリアは日本から近いですからね、同盟関係も取りやすいわけで、まあ、そういう方向でですね、やっていくべきだろうと思うね。まあ今日はですね、代表挨拶と言いながら、別にこう会員がたくさんいる前にしているわけじゃないので、一応この辺でやめておきます。じゃあどうもありがとうございました。